はい、素晴らしい白子が出ました。この白子を試食したいなと思ってちょっと試食します。で、白子のね、湯がくコツとしては、だいたい一口サイズ、二口サイズのやつを少量ずつ湯がく、だいたい5秒ですね。で、それを素早く氷水で締めます。この氷水で締めるのが命です。素早く締めます。そしてこの氷水から白子を出すときに氷は浮きます。ですから氷を先にすくい取って処理をして、白子を取り出し水気をよく取って、でこのように、食べる分もしくは使う分、お刺身にする分ちょっと取り出して使います。浅漬けが一番合うと思いますね。こういう薬味はね、これにお醤油もしくはポン酢をちょっと振りかけ、もみじおろしなんかをするともう最高に美味しいです。この白子とっても美味しかったですね。最高です。